今朝は中部地方整備局の職員らに加え、照明車5台が能登半島地震の被災地に向け出発しました。照明車は夜間の作業に役立てられるということで、中部地方整備局からは他にも危険な場所でも無人で作業を行えるショベルカーも派遣される予定です。能登半島に一番近い整備局として、しっかりと後方支援としていろんなものをですね、しっかり送っていくというのが我々の使命と思っております。また今朝は岡崎市消防本部でも緊急消防援助隊の2次隊が出発しました。全地形対応車両レッドサラマンダーとともに、すでに派遣されている1次隊と交代し、被災者の安否確認などに当たることにしています。一方、名古屋市消防局の応援部隊も発災直後から被災地に入り、これまでに最も多くの死者が確認されている輪島市で要救助者の捜索活動などに当たっています。